どうも、のちゅん TV です。本日はですね、ドラゴンクエストトーク、お知らせが来ましたので、その動画を上げていきたいと思います。はい、ということでね、本日公開されたお知らせ、こちらになります。まあ、福引きとか、こっちのお知らせは更新なし。重要なお知らせ。こちらにですね、2つお知らせが来ています。まあ、確認してる不具合。不具合修正のお知らせと、あとですね、まあ変更点についてこちら来ています。香川県のお土産変更についてというお知らせが15時に来ています。いつもドラゴンクエストトークをお楽しみいただき誠にありがとうございますと。この度、香川県のお土産お参り犬を銭形砂絵に変更いたしましたっていうのがあって、まあ、このお土産が変わったというお知らせが来ました。なんですけど、まあ、今回言いたかったのは、今日1月8日なんですけど、この15時更新のね、お知らせあるかなって結構注目してたんですけど、お土産変更しか来ませんでした。これはちょっとね、まあ、がっかりというか、あ、ふーんみたいな感じになったんですけど、今回ね、実は、まあ自分的にはなんですけど、このね、ナウマン防具の入れ替えのお知らせがあるじゃないですか。これが1月14日に入れ替えっていうことでお知らせ出てるんですけど、このね、まあ1週間前、まあ7日とか8日とかになったら、このメガモンスター、ナウマン防具が消えちゃうので、まあ例えばなんですけど、ナウマン防具出現率アップイベントとか来るかなと思って、で14日まで結構やることないんで、まあそういう手こ入れをしてくるかなと思ってお知らせには注目してたんですよ。で、その話で、まあもう1週間、あと6日とかになってきたので、まあ、そろそろね、またあのエビルプリーストの時みたく、ナウマン防具、テコ入れ来るかなと思ったんですけど、来ませんでした。で、ナウマン防具ね、やっぱり心が、まあ普通のメガモンスター、昔のメガモンスターと同じ個数必要なので、まあ、非常に S ランク取りづらいんですよ。まあ D ランクで行くと625個必要で、まあ普通に S 直ドロとかしない限り結構入手が難しい。なんでね、まあこの1週間前ぐらいだったらね、イベントに空きあるからなんかあってもいいなと思って、常々思ってたんですけど、ありませんでした。という感じでね、ちょっとイベントに空きができちゃったので、今回はですね、今までに入手できた期間限定の心を紹介していくとともに、復刻してほしいメガモンスター、まあね、今回の期間でも復刻しといたら、やることあったのかなっていうのをいつも言ってたんですけど、それに関連して、復刻してほしいメガモンスターの心を紹介していきたいと思います。で、まあメガモンスターというか試練の扉のモンスターもあるんですけども、まあ、順番に紹介していきます。なんで、今まで入手できた期間限定の心のレビューみたいな感じになると思います。で、まず一つ目がガメゴンの心ですね。この心は最初、初見で見たとき、いやー弱いなみたいな評価だったんですけども、今ではね、ちょっと見直しています。で、この心の利点は最大 HP が高い。で、身の守りもまあまああるっていう感じで、まあ守備的な心になっています。で、この心がまあまあ使えるなと思ったところが特殊効果でありまして、まあ、ガード率 3%、まあ、あとは転び耐性プラス 5% とかあります。で、眠り耐性もあるんですけど、まあ、この心がね、実は今回の強敵イベントで結構使えるんじゃないかっていうね、ところがあります。で、ガード率がついてる心って結構珍しくて、このガード率 3% っていうのは、まあ、盾をね、4突しても 2% ぐらいしか上がんないっていう面では、非常にね、優れた特殊効果になっています。結構 3% とかでもね、ついてるとガードするので、ガメゴンの心はね、使いどころが今後ももしかしたらあるかもしれません。で、今回強敵では転び耐性が役立ちます。あの、スノードラゴンがね、のしかかってくるんで、その 5% ですけども、転び耐性防ぐという効果もある。で、眠り耐性もラリフォーマがあるので、役立つっていうところで、このね、まあ、HP も漏れるっていうところで、例えば戦士につけて、で、カバウとかしていくときに、この耐性とガード率が生きて、で、火ダメを減らすことで、カバウ戦士にも使っていくことができる可能性があります。なんでね、この心も意外と使えるんじゃないかなという評価になっています。はい、続いてね、試練の扉の心を紹介していくんですけども、次はね、スカルゴンの心ですね。これも期間限定、試練の扉からの入手になります。この心は特色が呪文ダメージプラス 5% とトルマ属性呪文ダメージプラス 10% が強いというところになります。
で、地味にね、シャド属性耐性があるので、この心も強敵で使うことができます。まあ今出てる強敵ですね。で、あとはこのスカルゴンの心に関しては、竜王の杖がベギラゴンが強化が入って強くなったっていうのが少しあって、まあ、ドルマとかをね、それで押していくんだったら、スカルゴンの心ね、ドルマ使うときには強い心なんで、強めガチャに竜王の杖入ってるんで、この心はね、入手できる機会を増やしてもいいのかなと思います。強めガチャの中ではその竜王の杖が、まあ、外れではないですけど、あんまり嬉しくない枠に今はなってると思うんで、もしね、ドルマを使っていくっていう風に運用するんであれば、このスカルゴンの心は入手しておきたいところなので、またね、入手できる機会があったらいいんじゃないかなと思ってます。で、同様に試練の扉の心なんですけども、スカイドラゴンの心ですね。まあ、この心は普通に強いと思っていて、HP が103超えています。さらにね、特殊効果にマヌーサがあります。マヌーサを覚えれる心っていうのは結構珍しいので、このマヌーサも使っていくっていうところ、さらに HP を漏れるっていうところがね、強いので、この心もね、今までに使えたシチュエーションもありますし、またね、今後マヌーサが効くボス、強敵が出てきたら使える心になると思うんで、まあ、この心の入手、またチャンスがあってもいいかなとは思います。で、今回はまあ強い心に絞ってピックアップしていくんですけども、まあ意外とね、試練の扉で入手できた心で、少し使いどころありそうなのが、このドラゴンフライの心ですね。で、この心は特殊効果にメダパニがありまして、まあメダパニっていうと、まあ鬼面同士の心、こちらもメダパニがあります。で、どっちがいいかなっていう風にこう見たら、まあ HP という面では鬼面同士の心の方がいいです。なんでまあ鬼面同士でも代用効くんですけども、ドラゴンフライの心のいいところは、メラ属性呪文ダメージ 10% をついてるんですよ。まあ、バギもついてるんですけど、まあ、特に魔法使いで言うと、メラ属性。まあ、これがね、今回、初戦の筆出たんで、ドラゴンフライの心で、まあ、メダパニもやりつつ、メラ属性呪文ダメージを上げていくっていうのもいいと思います。まあ、攻撃魔力はね、鬼面同士の心の方が8高いんですけど、攻撃魔力8とメラ属性呪文ダメージ 10% を比べた場合、ダメージ検査上、まあ確実にメラ属性呪文ダメージ 10% の方が強くなるんですよ。なんでその初生の筆使ってメダパニを使っていきたいっていう時の最適解の心がドラゴンフライの心になるんで、実はね、この心、試練の扉で入手できるボスクラスのモンスター以外では使える心の一つではあると思います。まあ、あとね、バギ属性耐性とかもあってね、今後地味にバギ属性耐性も使えるかもしれない。で、順番前後しちゃったんですけども、次がバトルレックスの心ですね。これも試練の扉の心でして、この心はね、普通にレベル上げの時にも非常に有効な心になります。まあ、最大 HP もなかなかあって、力がそこそこ、で、素早さ、器用さもあるという感じなんですけど、この心にはね、戦闘終了時 MP 回復6がついています。これがレベリングの時に、特に物理職で火力を落とさずに MP 回復効果をつけるってことで、自宅とか定点で匂い袋を使ってレベリングしていく時には、私も非常に重宝しています。この心はね、本当にあっていい。何個もあっていいしね、S とか。で、耐久ダメージとか力とかもまあまああるんで、火力を落とさず使える。まああとはメラ属性耐性とかもあって、ステータスも高いんで、普通にメラ属性の攻撃してくる敵に対して、まあ、盗賊とか、そういう職業を使っていく場合には、普通に採用があるぐらい強い心となっています。だからバトルレックスはね、普通に復刻してほしい心の中の一つではあります。で、ここまでがね、試練の扉の心になります。皆さん、試練の扉の心は S ランク取れましたか？まあ、試練の扉の時のイベントも、まあ、そこまで好評ではなかったっていう感じでね、まあ、S 取れるか。まあ、鍵を集めれば、一応心は確定でドロップしたんですけど、まあ、周回するのがね、寒い中外に行ったりするのが大変みたいなところがあったと思うんで、S ランク入手できてない人もいるかもしれません。なんでね、また入手できる機会があったらいいなとは個人的には思ってます。はい。で、こっからがね、強敵イベントが始まってからの心になります。ここら辺の心も結構また入手できるチャンスがあったらいいなというふうに個人的には思ってるんですけども、まずはギガデーモンの心ですね。この心は普通に強い。HP 身の守りがマジで高くて、まあ、カバウを使う戦士とかにつけると、マジでね、前の動画で上げたんですけど、敵からのダメージがゼロになるみたいなところまでね、引き上げることができるし、まあ、そこまで装備揃ってない人でも、被ダメージね、一桁台にできたりするんで、非常に優秀な心になっています。HP と身の守りがマジで強いんで、
で特にね、その強敵イベントの時、ギガデーモン、まあ最初に買って最初に S とか出てればよかったんですけど、後々やるともう3体になっちゃって、ギガデーモン全然いないよってなっちゃって、ギガデーモンの心 S 持ってない人もね、まあまあいるんじゃないかっていう風な予想があります。結構ね、ギガデーモン S 取れなかったとか聞くんで、まあドラクエ4イベント短かったんでね、これも再入手の機会があったらいいなと思う心の一つですね。はい。で、また期間限定、強敵イベントでの入手、今は入手できない心なんですけど、アンドレアルの心ですね。このアンドレアルの心はマジで強いという評価です。まあ、HP、力、素早さ、器用さが高くて、で、さらにね、スキルの斬撃対義ダメージがプラス 7%。そして、デイン属性特技ダメージがプラス 7%。で、これがね、武闘家で雷神の槍とかを使っていくときに、斬撃7、そしてデイン7、プラスされるんで、その火力をね、上げるのに非常に強い心となります。まあ赤属性のこの赤色の心だと、あんまりいいのがなかったんで、そこにね、飛び込んできた武闘家希望の星の心であります。で、さらにデイン属性耐性っていう結構珍しい耐性ついてるんで、今後ね、デイン属性の攻撃めっちゃ痛い敵が出てきた場合も使える可能性があります。はい、そして次がヘルバトラーの心ですね。まあ、この心も今結構熱い心ですよね。HP、MP が高い。MP はめちゃくちゃ高いよね。で素早さ、器用さもある。攻撃魔力が46。で、この心は呪文ダメージプラス 7%。そしてメラ属性呪文ダメージプラス 7% で、今ね、初生の杖でメラゾーマを打つときには欠かせない心となっています。なんでね、この心も入手しておきたいっていうところなんですけど、あとはね、イオ属性耐性もあるんで、まあ、ヘルバトラーとかがイオしてきたりもあったんですけど、またね、イオ属性のイオナズンとか打ってくる敵が出てきたら、採用される候補になる心ですね。HP 高いからね、普通に強いと思います。耐性でイオだけ耐性するんだったらマジで強いしね。で、MP も上がるから、今後イオ出た場合、自由枠でもね、採用できんじゃないかなと思ってます。はい、続いてですね、メガモンスターの期間限定に移っていきます。これはドラクエ4イベントのメガモンスターで期間限定だった心なんですけども、キングレオの心ですね。まあ HP は高くて採用できるレベルでありまして、まあ力ちょっと低いんですけど38、ただその分スキルの斬撃対比ダメージがプラス 10% ある。そこで補っていくって感じなんですけども、あとはね、会心率プラス 5%、 これがね、このゲーム内最高峰の会心率を持っているので、この 5% つけることによってね、複数攻撃の、まあ、さっき言った雷神の槍とかね、多段攻撃する場合に会心ガンガン出していけるっていうところでね、地味にその方が火力上がるっていうところもありますんで、まあ、敵の防御力にもよりますけど、そういう火力の心となります。で、さらに、このギラ属性耐性 10%、そしてヒャド属性耐性 10% っていうね、優秀な耐性がついているんで、HP 高くて耐性があるって心としても使っていけるんで、まあ、例えばですけど、今回の強敵イベントでも、ヒャド属性使ってくるので、このキングレオの心はめちゃくちゃ強い心となります。なんだけどね、ドラクエ4イベントのメガモンスターも期間短かったっていうのがあって、キングレオの心 S 持ってない人も多いんじゃないでしょうか。なんでね、このキングレオとかドラクエ4のメガモンスターも復刻希望のね、モンスターとなっています。で、続いてドラクエ4のメガモンスターで言うと、デスピサラの心ですね。まあ、この心は MP と回復魔力がめちゃくちゃ高い。特に回復魔力がね、桃色三姉妹とか、コスぐらいの回復になってきて、特殊効果にはスキル HP 回復効果 10% ついてるんで、まあ、最大の回復力を取りたい場合はこの心、最強になります。まあ、HP がちょっと低いんで、HP 盛りたい場合は他のソウルの心に置き換わるってところもあるんですけど、さらにね、ヒャド属性耐性プラス 10% もついてるんで、この心もね、今回の強敵に使えるっていうところがあります。はい、そして続いてドラクエ4イベント、まあ、最強の心と言うべき心がこちらです。究極エビリプリストの心。この心はね、ほんとね、ステータスがめちゃくちゃ高い。HP、MP、力、身の守り、で素早さ、器用さが非常に高い。でさらに、スキルの斬撃対義が 10%。でメラ属性特技が 10% ついています。なんで、まあ、天空の剣とか、デスピサロの牙とか、メラ属性の特技を使っていく武器を装備してる場合、この心マジで最強なんで、究極エビリプリストの心はね、まあ、入手期間が短くて、一応テコ入れ入って取りやすくはなったんですけども、S ランクまだ持ってない人もいるとしたら、
究極エビリプリストの心はね、本当に復刻待望されてると思うんで、またね、なんかイベントの期間ね、空いてる時にね、普通に復刻したりしていいと思う。まあ、ナウマンボーグ以降でそうなってくれると嬉しいですけどね。で、あとはイオ属性耐性もあるんで、イオンを使ってくる。まあ、イオナズン使ってくる強敵とかメガモンスター来た場合にも使えるっていう感じになってて、めちゃくちゃ強い心です。はい、そしてですね、最後になるんですけども、こちらですね。竜王の心。このモンスターもメガモンスターとして、期間限定メガモンスターとして出た心なんですけども、まあ一番復刻してほしいのはここかな。みんなそうかもしんないと思うのは、やっぱこれですね。竜王の心は普通にその魔法使いの心としても強い。まあ攻撃魔力が53なんですけども、その分呪文ダメージ 10% がついてるんで、火力が申し分ない。で、あとはターン開始時 MP6 回復というね、非常に優れた効果があります。まあ、MP これ、毎ターンなんでね、さっきのバトルレックスよりも上位互換で強いっていう感じ。で、さらにね、珍しい耐性であるドルマ属性耐性プラス 5% もついています。で、プラスしてあと魔法トーンがついてるんですよ。まあ、HP、MP、攻撃魔力、素早さとかが申し分ない。プラス、魔法トーンがついていて、今回強敵イベントでもね、ブリザードマンに対して、まあ、ザラキとかラリフォーマーをしてくるんで、魔法トーンをかけていくっていうのも非常に有効な戦術となります。なんですけど、竜王の心は、まあ、さっきも言った、ナウマンボーグと同じで、D ランクだけで作ろうとすると625個必要で、まあ、S ランク直ドロとかしないとマジで入手が難しいっていう心だった。で、さらに昔のイベントだったんで、その倒せなかったり、まだ育成間に合ってなかったりとか、まあ、あと最近始めた人だったら、その入手機会自体がまずなかったとかあるのでね、まあ、一番復刻期待されるのはこの竜王の心じゃないでしょうか。まあ、ドラクエ4イベントのね、メガモンスターも強かったんで、そこも復刻してもいいと思うんですけども、このね、竜王、この復刻がね、結構ユーザーは待望してるんじゃないかなっていうところがあって、運営さん、ぜひとも、お願いします。もうメガモンスター、ちょっと今ね、イベント期間空いちゃってやることないんで、メガモンスター復刻ピッとするだけでもね、いいと思うんでね、ぜひともお願いします。ということで、のっちん TV でした。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら最後に、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、またな。バイバイ。